おはようございます。すすきの YouTuber たまさまです。はい、本日はですね、急遽撮影することにしました。皆さんね、もう知ってる方も多いと思うんですけれども、芸能人のね、志村けんさんが、お亡くなりになりました。これはね、僕ら世代にはすごくショックな出来事なんですよね。まあ、僕らの世代はもう本当に幼稚園とかね、そのぐらいの時から見てる人だったんで、フットリフターさんの西遊記っていうね、人形劇があったりとか、ピンクレディさんとね、一緒にやってるやつがあったんですけど、そういうのとか、まあ、もちろん定番の8時だ全員集合、これ見てました。で、僕はもう断然ね、8時だ全員集合を見てる派だったんで、やっぱりね、すごいファンだったんですよね。ドリフターズの皆さんのコントをやったりとか、まあ、もう今ではできないね、ものも多いとは思うんですけど、でバカ殿様みたいな、ああいう感じだとか、なんかすごいいろんなネタをね、なんかやったりとかして、みんな笑わせてくれた、すごい国民的アイドルと言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのね、人だと思います。こういう時期で、その、ね、流行り病で倒れてしまったっていうところがね、やっぱりすごくいたたまれなく思う部分もあるんですけどもね、なんかその、まあ、身をもってね、知らせてくれた部分も確かにあると思いますね。でも本当はやっぱり元気になって、そんなことない大丈夫だよって、なんとかなるよって、大丈夫だってね、帰ってきてほしかったって人がすごいコメントね、見ると多いですよね。僕もそう思ってました。なんか自分たちの中でね、なんかこう納得できないものもあるけど、なんかね、もう本当にいっぱい頑張ったからね、県からの迎えがちょっと人より早かったかもしれないですね。ね、志村けんさんにね、こう出会った時になんかこう、いや、こんだけ楽しいこともあったんだよっていう言えるぐらいのね、いい人生を皆さんでね、送れたらいいと思っています。はい、では本日は以上、次の YouTuber たまさまでした。志村けんさん、お疲れ様でした。向こうでゆっくりしてね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。